楽がちょっと慣れないとわからないので。速度が遅い時にちょっと気を使うかなっていう。その呼吸がいらないことに気づけれたのはサーキットのコース内でした。特殊なことをしないといけないと思ってたことが意外と簡単に手に入るミッションだなっていう。私のために。私はでも1日で操作できるようにはなったと思うんで。すごい軽くて発進もスムーズにできて、左足が結構スムーズに全体的に動かせれたので扱いやすかったと思います。立ち上がりの時ですね、アクセルを踏み込んで前に進もうとする時にすごい早く反応してくれて前に進むことができたんじゃないかなと思うんで、それが LSD の力ですかね。やっぱりThank you.
でした。ありがとうございました。本当に今日は暑い中、皆さんに頑張っていただいて、これからもまたぜひご協力のお願いいたします。さよなら。もうみんなが楽しめるのが何よりなんで、ですよ ね, ね、それが一番です。いや、今日も楽しかったです、はい。何よりです。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆様に気軽に走っていただけるサーキットなので、本当敷居は全然高くありませんので、皆さん気軽にいらしてください。よろしくお願いいたします。林王子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ですから何か好きなマークと数字をおっしゃってください。そのカードをバシッと出します。ハートの11。実はおっしゃられるかと思って箱の中に。うっすー、すげー。ダイヤの相当で、あ、8ですね。見てくださいよ。まだですね、変わりますよ。で、気になるのはこっちの手なんですけど、一応見せときますね。空です。めっちゃ選びましたね。じゃあそれちょっとみんなで見て覚えてください。おー、そんな感じのカードですか。はい、差し込んでください、差し込んでください。ストップ。もうちょっと早い早い早い、覚えていきますよ。せーの、ストップ。早すぎです。ありがとうございます。さすが分かってらっしゃる。じゃあ次、ストップ。はい、ありがとうございます。マークからです。マークはクローバーの4なので9なので、覚えていただいたカード、多分上から9枚目に入ります。上から1、2、3、4、5、6、7、8。このカードに触れませんから。覚えていただいたカードは何でしたでしょうか。クローバーの4。え、本当に、うん、え、だったですよね。はい、クローバーの4でした。そう、あれ、あれ、カワトル、カワトル。もう、だ、僕、それさてないですね。ゆっくり引き返してください。多分それがクローバーの4だったら大きな拍手が。ありがとうございました。林王子でございました。すごい。おい、次行け。